ここで川口義勝選手よりジュビロ磐田ファンサポーターの皆様へご挨拶をいたします。今ちょっとジュビちゃんが来てもちょっと気づかなかったんですけど、<笑>ジュビロの関係者の皆さん、それからサポーターの皆さん、本日こういった場を設けていただき
これだけの多くの人が来ていただき本当にありがとうございました。9年間、ジュビロという偉大なクラブでプレーできたことは僕にとって忘れることのできない最高の誇りです。試合に勝ち点を取った得点した時には皆さんと共に喜び合い、負けた時は皆さんと共に悔しい思いをした、この9年間は僕にとって、忘れることのできない思い出であり宝物です。もっとジュビロのために力になりたかったのですが、気持ちを切り替えて、新しいチーム FC 岐阜でチャレンジすることを決めました。9年という長い間、常にジュビロのゴール裏から、バックスタンドもメインスタンドもそうですけど、僕のことを、支えていただき、ジュビロ磐田の川口義勝を支えていただき本当にありがとうございました。皆さんは、ジュビロ磐田を一番応援していると思うんですけど、その次に今シーズンは FC 岐阜の応援をしてください。よろしくお願いします。会場の皆様、川口義勝選手へ盛大な拍手をお送りください。以上、川口義勝選手のお話です。